沢仁志、第17代三冠統一、宿命のゴング。序盤戦バットを取った三沢、先制パンチは川田さん、まずさらにキック、はい、阿波さん、はい、今年3度目の三冠戦、もうファンも日本人も注目の対戦ですね。そうですね、爽やかな顔をしてますよね。あ、そうですか、ですからこれはどういうんでしょうね、チャンピオンカーニバルで三沢に勝ったという、まあ、自信みたいなものがあるんでしょうかね。はい、これまで2人の対戦がチャンピオンカーニバルを含めても13回、初めてチャンピオンカーニバルでになりました。ドライバーか、これはもう川田の自分史の中においても大きな意義を持ちますからね。そうですね、バットを取った川田、三沢、三沢の突進、ハイキック、エルボーだ、ファンなりません。しかしその時が今やってきました、川田。そして三沢のチャンピオンカーニバルで三沢を宣言して京都大学に攻めて、過去2人の対戦は重いものがあったでしょうね。馬場さん、59年に三沢がプロレスに凱旋した時も千載一遇のチャンス、一発で三沢さん、三沢です。どうなっていくか、この辺りの展開ですね。馬場さん、この辺りも相手が本当に当たった、ジャーマン川田にも気合いが入る、エルボー、エルボーかわします、蹴っていく、エルボー元気、ことのないような投手でやった。このシリーズ通しての大きな大きな川田のテーマです。浴び手蹴りないような展開パターン、そしてパワーボムに入った村上なので返します。しかし川田が追っていく、近くを誰もが三沢が感じているはずです。パワーボム、まずは1回目バツリアかわしました三沢です。エルボーかわされた、ガーかかとうとする三沢から三冠タイトルを奪取すれば90、エルボーだ、エルボー、エルボーの押し、まとめて打った、そして張り手だ、さあ三沢怒った、あーっとキックを当たった、体勢からあと一発することにもなりかねません、迎撃、そして先に抱えた、体勢が崩れました。川に入ります、粘ります、三沢が粘ります、ここは三沢が返しました、危ない、ガーッ、川田フレインバスターからそのままのボールだ、全日本プロレスの申し子、三沢が立ったエルボー、エルボーで返します、三沢と川田、エルボーの打ち合い、リングの中央、川田が立つ、ローリングエルボー倒した、危ない危ない、ローリングエルボーブロックして、キックはブロックした、そしてタイガースリップレックス回った、ジャーマンスリップレックス、肩も立っているぞ、マリアットかわした、バックに回ってジャーマン、あーっと完璧に遠藤のミサー越えた、あーエルボータイガースリップレックス、エルボー投げ捨てました、ジャーマンスリップレックス、まさに時代の分水嶺、日本プロレス界が注目する一戦、さあ、おっと、あまりの危険さに封印してきた技ですが、あっと、川田が蘇生した、そして三沢も OC だ、ブロックした、パーンチ、エルボーズ、エルボーズ、グランドジャーマンスリップレックスホールド、時代は三沢を選んだか、またしても時代は三沢を選びました。三沢超えならず、チャンピオン防衛。